今年の一番最初のミーティングで選手に伝えたことなんですけれどもそれは我々のサッカーで私たちのクラブ我々のクラブを応援してくれている人たち地域の人たちを幸せにしようとそういうクラブになろうという話をしてチームが指導しました、まあ、コロナウイルスの感染の拡大でリーグ戦が中断して えー、残念ながら生活が一変して当たり前だったことが当たり前でなくなり、えー、いろんな価値観が変わってしまったあと思いますで皆さんも、まあ、本当に誰もが難しい今時間を過ごしていると思います J リーグも、えー、我々がま大阪もリモートッチであったり虹、えー 政権の中で試合を行ったたりりすることとで非常に厳ししいシーズンとなりました、まあ、それでも選手に話をしたのはそういった中でも我々が持つ価値とか我々がファンの皆さんに提供できる価値というものはある喜びを与えられる存在になれることは 可能だという話はしましまた例えばそれはプロとしてのパフォーマンスであったり最後まで走りきる姿であったり泥臭く戦う姿であったり勝利してガンバークラブプすることであったり勝利そのものであったりいろいろだと思います今年は残念ながらその勝利の瞬間を満員のパナスタで 皆さんと共有することはできなかったですけれども選手は本当に数多くの試合をその価値を示してくれて戦ってくれたと思います本当に選手にとっては厳しいシーズンだったと思うんですけれども彼らは集中力を持って戦い抜いてくれました来年はもっとパナスタで皆さんと一緒に喜びを会いたい 来年も我々は我々の持つ価値でもって皆さんに喜んでもらえるそんな存在でありたいそしてチームももっともっとレベルの高いサッカーを見せて喜んでもらいたいと思います皆さんにお願いしたいのは変わらず我々のクラブを支えてもらいたいということ いい時も厳しい時も同じように支えていただきたいということそうすることがこのクラブがより発展していくことにつながると僕は信じてやっています今日は本当に不甲斐ない試合をして本当であればもっと 楽しい顔で明るい顔でこうやって話をしたかったですけれども今は悔しさの方が勝っているのでこういう表情になってしまって申し訳ないと思いますでも来年は本当にたくさんもっと笑えるようにそしてえ今年の残り天皇杯のところもしっかりと準備をして戦っていきたいというふうに思います最後になりますが今年1年本当に応援の方ありがとうございました ガンバファミリーネットは、野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。